午後正午の日本ゲーム情報、さあやってきました。再びねヘリ操縦してます。だいぶねヘリ慣れてきて、離陸もね結構スムーズにねできるようになってきました。ほら最初に比べたらねかなりスムーズじゃないですか。どうなのかな。さあいい感じです。そして今日もたくさんの皆様いらっしゃってます。そしてね前方に何か見えてませんか。これ出ました。そうこれねアメリカ軍の水陸両用車両 AAV7 っていう車両ですね。もうちょっと近く寄りたいな。危ない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 。あ、兵士がこんなところにいました。こんなところにね兵士がいますね。水もないのに水陸両用車ということで、今回はねここにねたくさんの観客がいるのと、水陸両用車がねここにあります。なので今日はこの観客の目の前でここをね戦場に変えようと思います。じゃあ早速ねやっていきましょう。どうやってねあの水陸両用車とかね破壊するのかっていうと、このヘリね実はね見てください、左右にねほらミニガンがね搭載されてます。こっちもねちょっと見えないけど、あでもミニガンの弾がねここに大量にねほら結構大量に積んでるな。午後正午の後ろにはね弾が大量に搭載されているので、このねミニガンを使って破壊していくと。この武器はねここに照準器がねあるんで、これをオンにして、でこれを下げると、で武器のセーフティーガードっていうんですかね、マスターを解除してこれで OK。 これでね多分撃てるはずなんですが、あ撃てた、かっこいいかっこいいかっこいい。ミニガンなんでね連射力早い。ちょっとね街中に行って連射力試してみましょう。おーかっこいいかっこいい。ちょっとね軍事演習場とは離れちゃって、より実戦に近いので、この街中でねたくさんミニガン撃っておきましょう。おーおーやばいやばい。この弾が跳ね返るところもリアルだな。あーやっちゃってるなこれ。あでもめっちゃリアル、弾がね地面に当たるとね跳ね返ってくのもすごくリアルですね。おーほらほら見えるかな、弾がねめっちゃ跳ね返る。すごいリアルだな。じゃあ早速ね空港の水陸両用車を破壊したいと思います。空港発見しました、水陸両用車発見です。じゃあ行きましょう、早速攻撃。うわ難しい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 ぞ。安定しない安定しない安定しない、難しい難しい難しい、やばいやばいやばい、結構難しいな。あれあれじゃあさっきのリプレイ見ていきましょう。さあ午後正午のヘリがやってきた。そしてここにはねターゲットの水陸両用車、なぜかね水陸両用車。さあ午後正午来た、撃ってきた撃ってきた撃ってきた。おお早い、銃弾早い、怖い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 。すごい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 、めちゃめちゃ跳ね返ってる。午後正午通過。あしかしエンジンから火が出た、エンジンから火が出ている。撃ちながら落ちていった。あれからね何度も挑戦してるんですけど、なかなかね水陸両用車破壊できずに、ついにね日が暮れてしまいました。でもね観客の皆さんまだたくさん残ってくださってるんで、このね憎き水陸両用車ぶっ壊したいと思います。ここオンにして、ここ下げてと、武器のねマスターを入れて、これですね、これで発射できると。おやっぱりね夜なんで銃弾が見やすい。そこにね水陸両用車狙うぞ。
狙って撃ちます。難しい、安定しない。あ、いい感じ。当たってるのか当たってないのか。当たったか。さあ、ずいぶん日も暮れてきてね。でも観客はね、相変わらず70億人。そして右にはね、水陸両用車両。それを破壊しようとする午後正午。夕焼けのね、赤色の中にヘリコプター浮かんでます。ミニガンなんでね、連射力めちゃくちゃ速い。銃弾がね、見やすいはず。来た。やばい。おぉ。すごい。すごい連射力。でも一発も当たってない。おお、怖い。すごい。さあ、破壊できない。もう一度ね、破壊しようと、旋回。さあ、ライトつけてね、ぐるっと回ってきた。あ、大事故だ。もう先にね、マスターとか入れておきましょう。オンにして離陸する前にね、でこれを下げて、で武器のねマスターも入れると。これでも撃てるのかな、地上で撃てるんですかね。あ、撃てた。撃てますね。もう撃ちながらね、離陸していきましょう。かっこいいな。おお、ぐるっとね一周しながら。結構撃てますね、ずっと撃てるんで。おお、すごい。おお、前見えない。さあ、もう撃ちながら進んでいきましょう。さあ、もう無限に撃てるなら、もうこのまま撃ち尽くしていこう。じゃあ、ここ展開して、水陸両用車の方を向きつつ、このね、着弾ポイントを水陸両用車に合わせるだけなんで、ちょっとスピード落とそう。スピード落として、さあ、これでね、ここに合わせると。難しい。しかも見えない。あ、当たったんじゃないこれは。あ、このままね、まっすぐ進めばいける。まっすぐ進め。お、当たった。さあ、もう一撃加えたい。あ、いた。ここにいました。あ、ちょうどいいところでね、弾切れ。さあ、ここだ。うわー、難しい。あ、もうすぐ目の前に着陸すれば、この水陸両用車の目の前に着陸しよう。おっと、煙が舞ってますね。ここに着陸したい。やばい。さあ、着陸。おお、いい感じ。あ、もうちょい右。これいけるんじゃないか。おお、強い。ミニガン強いぞ。あ、でも装甲も硬い。かなりね、装甲硬いな。外から見てみよう。あ、破壊できたのかな。おお、結構弾丸が跳ね返っていきますね。めちゃくちゃ硬いぞ。
いやちょっと硬すぎましたね。砂ぼこりがすごいけど、この後ろのね、おー、やばい、何かがおかしい。ということで今回はヘリに搭載されたねミニガンで水陸両用車を破壊するということで、ちょっとねミニガンの威力足らないことが判明しました。なのでね、もし次やるとしたらヘリに搭載されたねロケット砲か、もしくはね口径の大きいマシンガン、機関砲でね破壊しないといけないということが判明しました。この動画面白いと思ったらね、ぜひグッドボタン、あとコメントもねたくさんよろしくお願いします。またこんな研修やってほしい、あんな研修やってほしい、要望などありましたらコメント欄によろしくお願いします。また午後正午インスタグラム、ツイッターでもね情報発信しているのでフォローよろしくお願いいたします。ということで今日も日本ゲーム情報午後正午以上です。ありがとうございます。